では、ただいまから第4部分科会、東北復興から再生へ、日本人は何を学び再創造するのかを開始いたします。で、私からご登壇者の皆様をご紹介いたします。まず舞台、皆様の中央から中央左側ですね、株式会社47プランニング代表取締役社長、鈴木健二様。 続きまして、一般社団法人誠代表理事、武井智博様。続きまして、NPO キリキリ国代表、羽賀正彦様。ファシリテーターは、一般財団法人希望事務局長、梶谷拓郎が務めます。 皆さんこんこにちは,にちはえと今日、羽賀さんは、えー、6, 時に6時からあの、はい、キリキリから来ていただいてですねであの私は震災以降あのすぐにボランティアを始めまして最初のボランティアがあの被災地の方々にまきでお風呂を作るというボランティアをしましたその時に偶然ったのが出会ったのが雅彦さんですね。 その時のご縁でで今ままこうしてこう色々付き合わせていい付きき合せただきますで。私が今、活動しておりますこの希望プロジェクトというのが、被災地でさまざまな場所で,です、ね、グループをこう作って、場を作ってです、ね、現場に活動するいろんな方々を集めてで、そこに日本を代表するいろんな方々を持ってきて、混ぜてネットワーキングしていく。 そのことによって参加した方々が意識を覚醒して明日への活力をこうつけたりとかですねまたいろんな違うプロジェクトが被災地にあるのでそれを横の連携を深めようとそういう活動をやっていますでその活動の中でえ希望仙台で武井さんにお会いして希望いわきで健さんにお会いしましたでですねまず最初にちょっとお聞きしたいんですけれどもこの中で震災以降あの被災地に行ったことがある方ってどれぐらいいらっしゃいますでしうあすごいですね ありがとうございますその中で、えーと、この中で、今日いらっしゃる方、東北出身もしくはご親戚の方がこう東北出身だという方、いらっしゃいますか、あ素晴らしいですね、素晴らしいですね。えっ、ー、と、ここはですね、その今日の3名というのは、皆さん、東北の出身の方です。えっ、ー、と、まず、えー、お岩手県大槌町のキリキリですね、そこから正彦さんいらっしゃって、そして仙台の武井さん、友宏さんですね、そして福島県いわきから鈴木さん で、えっと、まず最初にですね、えっ、ー、と、まあ、遠くの方も多いですし、出身の方もいらっしゃって、あと、被災地に行かの方も多いんですけれども。まず三名の方から、簡単に自己紹介の方、してもらいたいと思います。で、は先に、検査お願いします。皆さん、こんにちは。ええ、株式会社四七プランニングの代表、鈴木と申します。よろしくお願いします。えっと、簡単に、あの、自己紹介させていただきます。 えっと、私は福島県いわき市というあの一番福島の海側で生まれまして、えー、家業は製氷会社をやっておりますあの氷を作ってあの袋詰めの氷を作ったりとかあとは漁、えー、に出た際にお、えー、ろすような氷ですねそういう会社の4代目として生まれましたで大学で、えー、専修大学っていう大学に入るために上京しまして 東京に出て今が12年目になるんですかね私が今年30歳になりますでえっともともとはずっとその家業を継ぐために育てられてはきたんですけれどもちょっといろいろ紆余曲折がありましてあのこの中であのゲームなんですが鉄拳っていうゲームをご存知の方いらっしゃいますが挙手をお願いしますあありがとうございます あの私その大学卒業後に少し、えー、自分自身をこうどうしていいか分からなくなった時にゲームに打ち込んでしまったことがあってその鉄拳で日本一になって <laughs> あの世界大会に2年連続で出ました <laughs> であのそんなこんなもあってただ、えー、自分が生まれてきた意味って何だろうとあのこの人生を使って何ができるんだろうって、まあ、考えた時にあの、まあ、自分の地元をもっと盛り上げていきたいな その日本が元気にないのはその都心だけじゃなくて地方がもっと元気にならなきゃいけないんじゃないかっていう思いから株式会社47プランニング47都道府県を元気にしようという思いで作った会社これが2009年の6月にできましたであのこの47、えー、プランニング全国の前にとりあえず自分の故郷を盛り上げることができなければ、えー、他の地域を盛り上げることは無理だろうということで福島の PR とかそういうものをやっておりましたで、まあ、その中で、えー そうですねあの震災を迎えましてあのうちの実家自体も全壊して、えー、父親も流されてあのただ奇跡的に無事だったのであの今私はこ,うしてここに入れるんですがあの震災以降はあのそうです、ね、実家の製氷会社の再開再建に向けての動きだったりとかあとは、えー、震災前から準備をしていた、えー、福島県の郷土料の専門店を、えー、高井戸に 次並木の高井戸というところにオープンさせたりあとは、えー、地元いわきで、えー、夜明け市場という、えー、被災今回の震災で、えーまあ、お店だったりだとか食料がなくなってしまった方たちを、えー、一堂に集めた、えー、夜明け市場という復興の飲食店街を、えー、プロデュースさせていただいておりますとりあえず自己紹介でしては以上とさせていただきます 使います。いいです、ね、はい。あ、よろしいですか。はい、<laughs> えっと皆さんこんにちは,にちは、えー。一般社団法人誠の武井と申します、えー、よろしくお願いします。えー、私はですね。あのまあ、先ほどあのまあ、仙台からということだったんですけどもまあ、元々はあの仙台ではなくて埼玉は出身なんですねで。あの大学からあの仙台に入りまして、でまあ、それ以来という感じなんですけれども。 えーまあ、震災前はです、ねあのまあ、ベンチャーキャピタルで勤めておりまして、で仙台に本社があるです、ね、会社、東北に投資をする会社だったんですけれども、でまあ、ちょうど震災のときにはです、ねあの、仙台の駅前にあるビルの16階で,です、ね、まあ、その揺れを迎えたという感じでした、でまあ、16階の相当です、ね、揺れもこう増幅されていまして。 でもうあのオフィスの中、ですねみんなこう一歩も動けないような状況になって、ロッカーがガンガン倒れてくるし、大きなまあコピー機もですねまあ通常、動かせないようなものがですねガガガっと動いて、揺れが収まった後に戻そうと思ったら戻せないとか、そういったようなあの形でした。よくですねあのまあ冗談であのこうまあ死ぬかと思ったよなんて話あると思うんですけども。 あの時にはです、ね、あ死ぬなっていうふうに思いましたね、かと思ったじゃない,ないっていう感じでしたね。で,、まあ、でも幸い、あの仙台の街中はですね、まはあ、揺れただけで,です、ね、それほど大きな被害はなかったんですけれども、あのまあ沿岸部は本当に大変な状況で,です、ね、あの震災直後はあの私たちそれ、えー、それを知る地もなかったという形なんですが、えー、まあただ、一つちょっと落ち着いてき、えー、てです、ね、でそれからこう考えていくと、まあ、これも本当にえらいことになってるんで、 ベンチャーキャピタルというのは東北ではです、ねあのまあ、ほとんど本社を置いているのは1社しかないんですね、私たちの会社しかなかったということで、でやっぱり、えー、被災地に向けてやっぱり何かしなきゃいけないという思いが強くて、ですねでそれでまあ結果的にはあの会社を辞めて、えー、この一般社団法人誠という、えーまあ、組織を立ち上げて、活動しているということです。でこれが何をしている団体かといいますとあの、被災地の起業家の支援をやっています。 でまあ、あんまりしゃべりすぎと、いろいろでしゃべることなくなっちゃうんですよね、<laughs> ただ、まああの、私たちのコンセプトとしてはです、ね、非常にあの志っていうのをです、ね、重視した、えーまあ、サポート、あの、まあですね、ポリシーを貫いておりまして、でまあ後で,です、ね、あのグロービスとのご縁ができたんですけれども、グロービスもあの偶然、その志というのを大事にされているということです、ね、まあ、非常にあの、まあ、ご縁を感じているところです。 で私たち今、5人のメンバーがいるんですけれども、えー、その中のですね、あのまた2人が、ですき、ねまあ、今日ここにも来てますけども、えー、グロービスのですね、あの東京港からのメンバーが、えー、会社を辞めて、ですね、私たちのところに入ってきてくれているということで,で、すね、まあ、非常にあの心強く思ってますし、でまあ、ここから私たちとしては、まあ、日本全体変えていこうといった危害を持って、ですね、やらせていただいてます。す、え、す、ー。まあ、簡単ですでが、が以上ですありがとうございます。 山崎さんお願いしますはじ、い、めまして NPO キリキリ国ハガと申しますよろしくお願いします,す3.11の大津波で私の家も全壊しました全てのものをなくしましたけど家族は私を含めて3人おかげさまで かか傷一つ負わないいでで無事しした心から感謝しています私たちの活動は昔のキリキリの海三陸の海を取り戻すために40年代全く人の手が加えられなかった真っ暗な里山人工林の森林整備です、えー、主に干伐作業になります 今年の4月から一旦新人整備を、えー、休みましてキリキリの海岸沿いに広がる、えー、津波の園外で立ち枯れ状態になった杉林の伐採撤去を行ってます三陸沿岸に津波の園外で立ち枯れ状態になった木が抹茶色な えー、葉っぱの色して連なってます私たち被災地の被災者が瓦礫撤去よその人にやってもらう前に私たち被災者が自らできる瓦礫撤去をやろうとして4月から今現在伐採処理をしています立ちがれ木になった木は樹齢40年以上の 杉林です。いわばこれも津波のがれきになります。私たちは今、秋頃までかけて、この瓦礫処理を、うん、汗を流しながらやってます。えー、今日は一つよろしくお願いします。<laughs> 今話いただいたように皆さんそれぞれ活動する場所は違うんですね。ただ共通しているのはやはり震災があって地震があって津波を経験したというところですね。ただこれまでこのご参加者とこうあの付き合いがある中で皆さんそれぞれに深い思いと気づきというのをそれぞれ元々持っていてその思い気づきが震災によってさらに深まったということは気づきました。で次はですねそのどういった問題意識もしくは気づきが元々持っていたのかということをご参加者からお聞きしたいと思います。早稲田さんからお願いします。はい。 も、えっともと、ね、福島からあの東京の大学に上京した際にあのずっとその福島の田舎で育ったもんであので皆さんこうこう地方の出身の方はお分かりかもしれないんですけどなんかこう自分の地元が中心なような気がしてたんですね。で福島もみんんなな知っててであのなんかこう 東京に出た際に「福島ってどこ?」って言われたりとか「福島って何が美味しいの?」って言われた時にすごくこう衝撃を受けて「知らないんだみんな」っていうただ私自身福島は何が美味しいんだろうって考えた時に全部美味しいんですけどなんか日本一のものがあんまりなくてあれ何だろうっていうことをあの大学時代に思いましたで実際にあの東京に出てきてまず食べ物があの地元よりも全然美味しくない高いし美味しくない であとあの自分の大学の仲間を地元に連れて行った際に「本当に楽しい本当にいいところだ、ね、食べ物もおいしいし楽しいし」って言ってもらえるでこんなにいいものを潜在的にあの地元は持っているのに全然 PR とかそういうのってうまくいってないんだなっていう、えー、思いはありましたでそのああの、まあ、セールスプロモーションの会社に入りましてあの物を売るっていうことをあのやっていたんですけどその。 物っていいものでも悪いものでも売る人と売り方さえしっかりすれば売れちゃったりもしてそれが本当よくないものたちも売れちゃったりしてでも福島のものとか地方のものって本当にいいもののはずなのに売れてないのってすごくもったいないなっていう思いがずっとありましたそれってなんかすごく本当にもったいないその いいものはいいって認められるべきだなっていう思いがあのずっと自分の中に、えー、震災前からありましたそれ気づきです、ね、震災後の子供で一旦そう気づきで、うん、一旦震災前の気づきとしては、えー、そういう気づきがあってじゃあその地方のいいものっていうものを都心っていう一番大きいマーケットでもっと売れるようにしようって思ったのがあの47プランニングを作ったきっかけになりました、はい、ありがとうございます えと私も出身が種子島なんですけれども、あのこの賢治さんの田舎に立つ思いって非常に共鳴しまして、えー、本当に私も心からです、ね、いろいろ彼の活動を応援しているんですけれども、次の武井さんも、ですねあのやはり震災の前からご自身のいろんな経験を通して、これ以上こう不幸な人を増やしたくない、もしくは一度失敗した方がもう一回再チャレンジできる社会を作りたい、そういう強い思いを持っていた方です。では友さんお願いいします、はい 私、今でこそベンチャーキャピタルとか起業家を支援するっていう仕事にいるんですけれども、もともとはビジネスなんて嫌いだったという形で、大学の研究者を目指してたんですね、博士課程まで行って、研究職に就くためにやっていたんですけれども、そこにある転機がありまして、ちょうどアメリカの同時多発テロぐらいのときにですね、 あのまあ映像とか、起こったことも衝撃的だったんですけども、それでやっぱりいろいろ考えることが増えまして、かたやですねあの日本を翻ってみると、その時も不況不況で,で、テレビを見ると、一家心中のニュースなんかがあったりとか、どういうことだろうということで、本当に思ってました、かたや自分自身はですねあのまあ自分の好き勝手な研究をやって、言ってみればこう自己満足的にやっていると。 ってていいいうととここころがんなしのかなっていう,ふうに思ったんでぱり、ねまあ、本当にまあ自分自身あの、まあ、元気で五体満足でも言いますしもっとこう世の中の役に立つことをしなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにその時思いましたでそれからですねあの、まあえー、自分自身がベンチャー企業をつくって、えー、経済活性化とか雇用をつくるとかっていうことができればいいんじゃないかっていうことで、ね、あのまあ 学生、まあ、大学院生だったんですけどもそれ休学してベンチャーをやろうとしたりとかってしたんですねで、まあ、そういった経緯の中であの、まあえー、ベンチャーキャピタルに今巡り巡って仕事をさせていただくようなことができたといった形がありましたであともう一つその、まあ、震災前からの思いというか気づきとしてですねあの、えー、実は私あの、まあ、3人あ三人兄弟ですけども えーまあ、その真ん中のですねあの妹をあの、まあ、自殺で亡くしたことがありまして、でこれまあ、もうあのあの、まあ、家族も含めて、だいぶ傷は癒えてるんですけども、本当にその時には、ですね、えーまあ、家族一同、本当にきつい、えー、出来事で、ですねで本当にあの、まああえーまあ、人間、いつ死ぬか分かんないというのもありますし、あとは、その。 家族ってこういうふうに不幸になっていくんだなっていうのを本当に目の当たりにしまして、まあ、特にです、ね、あの私たちはまょうっていうことではいいんですけども、まあ、両親がです、ね、本当に、えー、のー大変ですね、まあ、そういったこともあって妹の死からいろいろ学ぶことがありまして、えー、特に日本では本当に自殺される方が多いですよねで年間3万人もいらっしゃるということで。 でその方々がですね、やっぱりこう、あの感受性が高い、センシティブなこう人からですね、やっぱり思い悩んで、えー、亡くなっていくんじゃないかなっていうふうに思いまして、まあ、言ってみればその、まあ、炭鉱のカナリアみたいな存在なんじゃないかなというふうに思ってるんです、だから、ある種この世の中がこう人間にとって生きづらい世の中にどんどんとなっていってるんじゃないかなと、それをもう警鐘を鳴らしてるんじゃないかなと思ったんですね。 でだからこそです、ねこう、もっとです、ね、世の中を、えー、よくしていかなくちゃいけないという思いが本当に強くなって、ですね、まあ、震災を機に、あのー、まさにです、ね、それを、まあ、今やらないでいつやるんだということで、えー、行動に移したといった形ですすありがとうございます、えー、次に雅彦さん、雅彦さんは、きりきりの生まれではないんですね。 でマ子さんキリキリ移られてから非常に強い思いがあってキリキリの中生活をしていて最初まあ出会った時もですねあの非常に嬉しそうにキリキリの若者たちがこう戻ってきているよというふうにおっしゃったのを覚えてますけれどもその震災前から抱いていた思いというものを少しお返しちゃと思いますお願いしますあの私が今暮らしているキリキリの町は私の娘房の実家です私は福岡県から娘房の後を追ってお婿さんに入ったんです。 えー、36年目を迎えます最初来た年キリキリに来て次の日私はすぐ父親母親に連れ,連れられてアワビ漁に出かけました海の波がしぶきが凍ると私はとても信じられませんでしたけど 1>, 1月、2月はですね、箱目眼鏡を覗きながら、アワビを取るときに、しぶきがかかります、パリ,パリあの氷になって、音がパリパリしてました、横殴りの雪が吹きつけ,て吹きつけます、そして私は、すぐ船酔いするもんで、2時間、3時間のアワビ,アワビの中で、何回もおうとしました。 もう胃袋から出てくるものはないぐらい音が続きましたとんでもないところに来たと私は思いました <laughs> しかし最初の「あビび漁がさあ終わるぞ兄さんっ閉して父親が一言かけた時にですねあの船べりから海の海水に手を突っ込んで 私は顔を洗いました、えー、小さなサッパ船の牢を操ってるのはキリキリの母です。夫と船ですね。えー、ごく当たり前のこととして夫婦が漁をやってました。アワビを取るための竿を握る手の感覚もないぐらい凍てつく。 量なんですけど30分40分するとですねあのさっき言いましたように海水があったかく感じられるんですいつの間にか指先は動くようになってるんです兄さん帰っぺしって言って私が塩水海水で顔を洗った時私はですねここで行っていこうと思いましたとんでもない とところに来たと最初はアワビリオン最初の時も思いましたけど2時間3時間経ってさあ海ペシって父親がいた時顔を洗ってですねそのあったかい海水感じた時にですねここで生きていこうと私は思いました海水がですねお前はここで生きていくしかねえって教えてくれたんだと思います他に理由はないような気がします 来た当初は私は旅の人と呼ばれてました。田舎の関村ですから閉鎖的な村です。10年ぐらいしてやっとハ賀さんって呼ばれるようになりました。この大津波で避難所生活するようになって初めて私は雅彦さんって呼ばれるようになりました。そして津波が来ました。 何回も九州に帰ろうと思いましたけど、私は帰れませんでした、はい。津波の前までの気づきっていうのはそういうことです。私にとっては。ありがとうございます。こうして三名の方はそれぞれで深い思いそしてあの問題意識を持たれて日々を生活しているわけですけれども、まあそこにこん大震災が起きたわけですね。そしてこの皆さんと話をしているとですね非常にその。 自分の生き方生き様というものをそこで決められているというふうに私は思いました皆さんは自分がこれからどうやって生きていくかそしてその時にですねよく言葉でくるのがやはり死生観ですねどういう死に様で死んできたのかということをおっしゃいますでその私これ武井さんの方から聞いた話です分かりやすいなと思ったんですけれども我々が考えているそのあの使命感というのは例えば誰かがこれやれといってこうその使命を仰せつかっていくような使命感ではないと。 サッカーのゲームをしていて、自分のゴールが空いていてゴールキーパーいないときに、自分が守る人だったら、点が入る人だったら、そこに行ってボールを止めるだろうと、動か,動かざるをえないんだと、そういう使命感というのを持たれているというふうに感じていますでは、この後ですねあの、それぞれ皆さんから、そ震災前から持っていたそういう問題意識なり、思い、そういったものが震災を受けて、どういうのに深まっていったか、そして、どのようにその生き方、自分の生き方をですね、決めていたのかということをお話ししたと思います。 検査お願いします、はい、えっと震災のちょっと前の話なんですけど、えー、その先ほどちょっとゲームに打ち込んだっていうお話をさせてもらったと思うんですでまあその時は何やってたかっていうと本当はコニー会議士になりたくて親にお願いして3年間あの学費を出してもらっていた状況だったんですがその時にあの遊び放棄でいたとで結果やっぱそういうことをやってるから まあもちちろん受験は落ちましたでその時にあの、まあ、気付いたっていうか今までなんとなく生きてきて何とかなってきたんですねあの本当にいろんなものを何とかなってきたなって思ってましたただ、えっと、その時25だったので25で無職これ何ともなってないっていうのにすごく気づいて自分のなんかこれやったらなんか やればできるとかそういうんだろう自分って実は能力持ってるんじゃないかとかっていうのはやらないとそれって発揮できないしそのタイミングではやれてなかったんだっていうことに気づいて。一回自分の中のの中プライドとかそういういものが リセットされたんですでそこからあのもう自分で生きていこうって決めてあの本当ティッシュ配りのアルバイトから始めてイベント会社との、ま、チームを作って、えー、ベンチャーのイベント会社に役員としてヘッドハントされてでそこから独立して四男プランニングっていうものを作ったんですけどそこまでは1年しかかかってません。あの本人科技師の試験が終わっててからで1年でできてでその後 その漠然と思ってた自分の思いなんとか地域盛り上げたいでそれを達成するために四ナンプランニングを作ってで福島を盛り上げようといって、えー、うちでやろうとしてたのが四ナンダイニングっていってその地元の郷土料理にまあ視点を当ててその食べ物って結構その旅行のきっかけになったりだとか印象に残ったりするのでそれに着目をしてやっていこうということで、えー、キッチンカーを作って。 でえっと、固定店舗のお店を、まあ、構えようっていう出店準備をしているときでしたあの本当2011年の4月オープン予定で動いていて2010年の12月にも物件契約して改装始まってるっていうさなかに、えー、震災が起きましたもう本当に何が何だかわからない状況で父親とは連絡が取れないしで次の日は原発が爆発して福島の食材やばいんじゃないっていうような状況になってで 一軒一軒田舎を盛り上げるためにあの東京で PR して販売してくるんで仕入れさせてください取引させてくださいって言って回ってきた業者さんたちがみんな流されてこれどうすればいいんだろうっていう本当に思いましたただあの自分の思いとしてはそ,のそういう時にこそ なんだろう真ん中の気持ちを持って前に進まないといけないっていう思いがすごく強くてであの福島の食材の問題もあったんですけど例えば6月の20日になんとかあのお店は去年の6月20日ですねオープンすることができたんですけどオープンした時はその震災ビジネスだとかその東京で福島の毒を売るなとか誹謗中傷が本当にすごくてあの,あの高井戸のゴミが。 放射性廃棄物になるんだとか言われたりあすごいこと本当に言うなってで僕自身その製造業の跡取りなのでそのう,ちうちの会社自体もなんとか7月の16日に工場を建て直して営業再開したんですけど風評被害で物が,が本当売れないそれを、えー、自分の中で体験してますあの僕も役員として実家の仕事をやってるので本当につらいですでそれはあのなんとなくあの なんだろうその会社の出身のこともやってるわけじゃなくてしっかりとあの厳密な検査をして例えば50ベケル以下だからとかじゃなくて本当に不検出で何も出てない状況なのに売れないっていう現実がやっぱそこにはあってで、まあ、同じくその東京のお店もあの高井のお店も福島の食材を8割以上使っているのでもちろんそれは不検出なものしか使ってないんですけどやっぱり。 マスコミであの例えば福島の牛の問題が出たりとかお米の問題が出るたびに、えー、お客さんが一人も来なくなったりだとかでもそれでも僕たちがここで倒れたらなんかそれがさらに風評被害の増長になるんじゃないかっていう思いがしてああやっぱ福島のお店潰れたよみたいなそれだけはもう絶対嫌だっていう思いがあって自分たちが頑張ってここでやってその地元の人たちに勇気与えるんだって。 思いでやってますで実際になんとかあのお客さんにも認めてもらって、えー、と今年の2月ぐらいから、えー、とお店も黒字化して、えー、常連さんで賑わっているような状況になってます。でえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、と僕の,あの使命感なんですけどあの思ったらやれっていうのが僕の中で。 あのいつも考えてることでなんか思っていてこれできるかもしれないと思っててやらないでやっとけばよかったって後悔するのがすごく嫌いでやって後悔してやってもしやって失敗したらなんか自分の実力が足りなかったって反省できるし次に進めると思うんですけどやらないで後悔はしたくないなって思いはずっとありました。で実際震災ががああっっってて当たたたり前ににに自分のの会社とか家がひどい状況になってるのを見た時に あ当たり前のものっっててなないんだなってあのこの日常僕が普通に生きてるっていうのもこれって普通じゃなくてすごいスペシャルなんだなってで、千年に一度の震災でなおかつ自分の実家が本当に海のすぐそばにあるとかっていう確率ってすごい確率だと思うんですがそれを引いてしまうぐらいなんだから歩っていて車にひかれるとかいきなり病気になるっていうのもなんか大差ないんじゃないかなと思って。 なんか自分の中でなんとなく30代でこれやって40代でこれやって50代でこれやってっていうなんとなくの自分のんか人生設計考えてたんですけどもうそうじゃないもうやりたいことがあるの今やろう今やらないで例えば1週間後に死んでしまったら絶対に人生後悔するやっぱりその死っていうものがすごい身近に感じたときにやっぱりどういう死にざまを迎えるっていうのが 自分ととって一番幸せななんだろうっていうういことを考えるようになりましたでその中で僕は日本が大好きで,で一番そのニートっていう底辺まで落ちてからそれでも社長っていうところまで頑張ったらやれるそういうようなこの日本っていう社会がすごく好きで日本っていう国民性もすごい好きでこの日本がすごく元気がないって状態がすごい嫌いでしたこれをなんとかしたいって思いがすごくあってなので僕の中の 人生をかけた使命は日本,の国力を上げる日本人が自分の国に対してすごく誇れるうちの国すげえぜって例えば外国の人に言えるそういう国にしていきたいなって思って僕は飲食の面で今は日本のいいものを海外に持っていこうっていうことをしています以上です。 ありがとうございます今、話していただきましたけれども、やはりあの使命感の部分ですね、これがあの非常に強く、あの3名に共通していますで、先に、正、え、彦、っと、さんの方から先に話していただこうというのは、です正、ね、彦、えっと、さんがよく話されるのが、俺はその死ぬときはチェーンソー持って死ぬんだと、<laughs> 現場に立ったまま死にたいと、そういうことをよくおっしゃいますけれども、正彦さん、今、 本当に今日も朝6時から起きてです、ね、こちらに向かっていただいたんですけれども山仕事というのは非常にこうものすごく体力仕事ですね。今、正子さん67歳なられました <laughs> そんなの本当に大木をです、ね、あの 2, 人で今2人組であの切ってです、ね、チェーンソーをこう操って切り倒して。 もう汗びっしょりですね本当に僕も以前一緒に活動したんですけどももの10分で汗びっしょになりますけれども本当に雅彦さんが思う使命ですね今まさに森に入ってこ,うこれから幼稚園保育園も作られるということなんですけれどもそののあの思いその使命感というものを話していただけますかね。 やっぱりり風に吹かれてて生きてきたような気が今振り返るとします津波の最後の波が引き去った後私たちはもうほぼ暗くなる4時過ぎ頃でしたけど男衆でみんながれきとかした町の中に飛び込んでいって木造住宅の廃材を柱とか梁を人力で引き抜いて小学校の避難所の校庭の片隅に火をもしました。 焼き火を燃やしました次の日からは小さなおにぎりを頬張りながらもう朝8時頃から暗くなる4時5時頃まで行方不明者の捜索も続けましたあのー、サッカーとか野球をやるようなグラウンドも津波が浸水してましてが歴がありましたけど別の男たちは、えー 瓦をどけながらヘリポートの建設作業も始めました行方不明者の捜索を毎日続ける中で子どもから飲み友達からお年寄りまでいろんな犠牲者の姿を目にしましたその時私はもうこの人たちに 笑われなななないいよよよううう恥ずかしししく方と決めました海の町ですから犠牲者が一番喜んでくれるのはキリキリの昔の海を取り戻すこと三陸の海を取り戻すことだと私はそう思いましたそのために林業をやろうと思いました山仕事を。 瓦礫撤去行方不明者の捜索あとは薪を作る中で月に1回、えー、毎月毎月私たちみんなで林業の勉強も続けてきましたいい森が復活すればいい海が再生できると思ったからですみんな林業の理路地も知らないチェーンソーも 触ったこともないスタッフたちばかりで今、えー、山の中に入って仕事していますおかげで今はほとんどのスタッフが直径50センチ60センチぐらいの樹高25メーター30メーターぐらいの大木を思った方向に倒すようになっています私の使命感というのは 犠牲になった人たちに恥ずかしくない生き方を死ぬまで続けていくことです全てのものをなくしましたけどもうなくすものはないですですからもう怖いものもないです毎日死,死ぬまで闇の中でチェーンソーを握りしめながら森林整備を 続けていこうと思っています私がくたばるときは梶谷さんが言ったようにチェーンソーを握ったまま山の中でくたばろうと思っています私の使命は思いはそういうことですありがとうございましたそれでは最後に友寛さん使命感をお願いしますはい。えー、っとまあ非常に広いテーマの話なのでなんかまとまるかわからないんですけれども あのまあ、先ほどちょっとお伝えしたように、私はまああの、まあ、家族を自殺で亡くしてたので、でまあ、その時にやっぱり、不幸というのを身近でこう見ていたんですね、で今回です、ね、やっぱり地震があって、津波があってです、ね、あのまあ、本当に大変な状況になっていると、でただ、大変になるのはも、さらにです、ね、これからだなと思ったんですね。というのは、津波で直接被害があった方も、もちろん大変なんですけれども。 そこから経済的な復興がです、ね、遅れれば遅れるほど、でも今回、もどんどん倒産もいっぱい出てきます、でそうするとです、ねあの、もちろん雇用が失われていくとで、そうすると稼ぎ頭のお父さんが稼げなくて、でそれが原因で,です、ねあのまあ、家庭内にちょっと不協和音が生まれたりとかです、ね、孤立したりとかいうことで,です、ね、どんどん不幸が連鎖するんじゃないかっていうことがイメージできたんですね。 なので、まあ、それはもう絶対にこれを防がなきゃいけないなっていうふうにですね、強く思いました。で、まあ、そのためのです、ね、方法論っていうのを模索しながらですね、その今、起業家の支援をするというところに出いるわけなんですけれども、そのまあ使命感ということではですね、あのまあ、正直言って、なんですかね、こうまあ、好きだからとか、やりたいからとか、あんま関係ないのかなと思ってですね。 まあまあ、してその能力アップとかですね、キャリアアップとかっていうと、全く関係ない、えー、とです、ね、まあ、単純にその問題がそこにあるというのが分かってるから、それを解決するということだと思ってます、そういう意味では先ほどあの、まあ、梶谷さんが引用してくれましたけれども、あのまあ、ゴール、柄空きのゴールがあったらです、ね、もうそれは守りに行くでしょうという感じですよね、<laughs> で自分がの能力がそこに足りてるかどうか、全く関係ないっていう感じですね。 それが実際にもありましてその震災後にです、ね、あ,のある経産省系の方が被災地とシリコンバレーをつなぐ役回りを誰かにさせたいという話が来ましてそれがベンチャー育成という視点からだったのでベンチャーキャピタルであるです、ね、私たちの,、まあ私のところにです、ね、話が来たんですね。 でまあ、アメリカとつなぐということで、えー、向こうの人材育成プログラムに行くという話なんですけれども、あの実はです、ね、私はもう全然英語が苦手で、ですね、えー、高校時代ではあの英語で3点とか取、100点満点で3点っていうのを取ったことある人間なんですけれども、えー、なので、ですね私としてはあの、まあ、これはでもただ、えー、被災地の今後の復興のことを考えたらですね、 絶対これは必要だと、誰かが行かなくちゃいけないと,と思ってたんですね。ただ、これ、えーとまあ、ベンチャーキャップで先ほど言ったようにです、ねあの、東北では1社しかないので、私が断るとです、ね、行く人がいないという状況なんです。でなので、私は言いましたあの、まあ、英語を必死で勉強するので、こう1年待ってくださいと、1年待って、来年だったら、えー、行ってで、えー、そうすればね、より中身も有意義になると思いますし。 1> 1年待っっててくださいって言い言ましたでそしたらですねあのその人が「もう1年後にはこのチャンスの窓はないかもしれないないと思うよ」って言われてそしたらですね、まあ、私としてはもう腹決めていくしかないなというふうに思いましていまああのまあ、だに英語はなかなか苦手なんですけれども <laughs>、まあ、あ油汗かきながらですね向こうに定期的に行ってるんですがあの。 まあその時思ったのは、本当にまあ自分自身がえまあ恥かこうがですね、そこで逆にこうなんか撃たれて死のうがですね、関係ないなと、私がまあ行かなきゃいけないんだから行くしかないなっていうふうに思いました。それだけえまあ勘違いかもしれないですけども、そういったものをまあ背負って体張っていくんだといった思いでいましたね。だから、まあ うん、そういった意味で使命,、まあ、使命感なのかもしれないですけども、うんまあ、私としては、えーまあ、好む、好まざるに関わらずですね、まあ、自分がそのゴール前にいて誰もいないんだから行くしかないと言ったふうにもとも、えー、と元々の問題意識や思いがあってそれがまあ震災を受けたり津波を受けてそれは深,い深,まり深,深みを増して。 思いが広がっていったと、そしてその後自分の生き方、生き様をこを決めたという皆さんなんですけれども、こう皆さんとこうあの付き合っていてです、ね、非常にこうよき言葉が、やっぺしと、雅彦さんよく言いますが、ね、雅代さんがやっぺしと言って、であのケンイさんが、やるしかねえじゃんってよく言うんですね、あの友博さんがよくあの私がなくて誰がやるんですかと、本当に皆さんこう、やることに対して非常にこう意識を高めていらっしゃる、しょっちゅう出てきます。で最後ににやるとといううことに関ししてもう少し 掘り下げて話を聞きたいいと思います雅彦さんからぜひやるということはどういうことかということをお願いします一言で言えばそれは思いが自分に込められているかどうかその覚悟があるかどうかだと思いますねそれは必ず行いが実践が 伴って初めて本当の思い本当の覚悟だというような気がしています私たちは5月15日に去年の5月15日に避難所にいるメンバーで任意団体仲良しグループのキリキリ国復活の牧という、うん、組織を立ち上げて その活動を続けてきました瓦礫木造住宅のがれきの廃材を薪きにして、えー、全国に販売しました4か月半ぐらいの間に、えー、約50トン金額,金額にしまして250万を超えるぐらいの売り上げを うん、得ることができました。避難所生活している人たち、作業に手伝った。手伝ってくれた人たちにすべてその売り上げは。平等に還元しました。特に。避難所生活している男性たちにとって一番。つらかったことは。何も。できなかったことです。避難所で。何にもできねえで毎日毎日。 日々を過ごすことが一番私たちはつらいことでした。そうした中で5月15日に復活,復活のまきプロジェクトを始めまして6月からは先ほども言いましたように毎月1回3日連続で今もキリキリ国林業大学校という名前で私たちは林業の勉強を続けています。 いい海を取り戻すために森林整備をするいい意味海を取り戻すには私たちの代では到底叶えることはできないと思いますキリキリの子供孫の代までかけてやらなければ本物の海は、えー、取り戻せないと思います途中で挫折するかもしれないと思います私は NPO キ切キリ切国で私一人になっても私は毎日毎日山の中に入って干ばつ1日10本とか20分とかずっと継続してやっていこうと思っています思いとか覚悟があって同時に行い実践するのがあ することが合わさって初めて私は本物の活動本物の思い覚悟だと思ってますありがとうございました友谷さんお願いしますはい、えー。やるっていうことですよね、はい、私はやらなくて誰がやるということですね 一言訂正です、そんなことは私は言ってないですけども、意識してないかもしれないですけども、何も偉そうなことは言えるあの立場ではないんですけれども、あのーまあ、やるっていうことで、一つ、やっぱり私としては思うのはあのー、条件が整うのを待っていてはできないというかですね。その まあよくまあベンチャー、まあ、私、ベンチャー支援に携わってたので、ベンチャーを起こすときに、金があればとかです、ね、えー、まあコネがあれば、知識があればっていう話がよくあるんですけれども、そんなものはいえー、いつまで待っても整わないですね、<laughs> 特にまあ勉強すれば、するほどべあの不勉強だってことが分かってくるっていうことですね、全くとあの整うことはなくて、ですね逆に言うと、もうやるって決めたら、えー それ突っ走っていって、その足りないものをどうやって調達するかっていうことを、まあ、必死に考えて、えー、動き回ってということでしかないのかなっていうふうには思っています。で、今回の,あのこの私の誠というこの活動もですね、まあ、全くゼロから、裸一貫から始めてるんですけども、幸いにして、えーまあ、素晴らしい仲間とですね、あとまあ、いろんな方の温かいご支援にですね、あの本当に、えー、 まあ求めたから、えー、それに出会ったというようなこともあると思いますそういう意味ではそのうん私もまあ先輩経営者も言ってたんですけどもやっぱり、えー、こう起業する時ってです、ね、そこがあのあの清水の舞台みたいに見えると起業する前ってのはもう飛び降りたらそこは奈落の底じゃないかっていうふうに見えるんだけども実はそんなことなくて。 こうえいやっつってです、ね、覚悟を決めて飛び込んでみると、そこのすぐ1メートル下ぐらいのところにですに、ね、ちょっとした台があったりするんだとす。<laughs> で、あーと思って落ちていくとです、ね、そこになんかこう救いの手が差し伸べてきて、引っかかったりすると、まあ、もちろんそれは真面目にこう努力していればということだと思うんですけれども、まあ、そういうもんだというふうに言われて、ですね確かに実際、今回私もあの飛び出してみて、まさにそうだったなと。 それは本当に震災の,あの逆にこうあの、まあ、言ってみればラッキーな面も、私は恩恵を受けているとは思うんですけれども、まあ、今後もそういった形で,です、ねあのまあ、目標を決めてそこに、えー、突っ込んでいってです、ね、必要なものっていうのを駆けずり回りながら、えー、揃えていきたいなというふうに思っていいまますすありがとうございますさんお願いします。 はいえっと、やるってことに対して、えっと、私の中で1つ思ってることがあるのはその震災ってすごく広範囲でものすごく大きなダメージ受けたっていうのは皆さん知ってると思いますでやっぱり長い時間がかかるそれこそ5年10年かかると思うんですがその5年10年かけて元どりにしたくないっていう思いがすごく強いですあの もともとその福島例えば僕の出身のいわき震災前良かったかって言ったら全然よくなくてそれを盛り上げようと思って四難プランニングを作ってたぐらいなので全然よくはないですでしかも5年かけて元通りにしてしまったらあのその5年間ってただのロスだと思っていて5年かけるんだったら前より強い前よりかっこいいそういう場所に 東北はなっていくべきっていう思いがすごく強くてじゃあそのために僕が何ができるのかっていう思いでやってますであのあちなみにこれはあの僕の実家の工場の写真なんですけどけもともと岩きの駅前の,あの白金小路っていうスナック街僕が見つけた時は30店舗中23店舗が空きだった 飲食街です、まあ、これはあの震災関係なくそのドーナツ化とかでしゃれてしまったところなんですけど、まあ、ここをすべて一人のオーナーさんが持っていたっていう幸運もあったので交渉してここをすべてあの私の方でプロデュースさせていただけるってことになって次次次今ではこういうような形にちょうちんでえ彩りもあってで外でも飲食ができる。 で今新規に新たに8店舗の方が震災後ですね新しくお店を始めて今9店舗目10店舗目があの工事中ですであのこれで何が言いたいかっていうとその震災前より良くなってる場所もあるんですねいわきのこの白金小路っていう旧白金小路はあの震災前ゴーストタウンだったのが今では観光スポットみたいになって でテレビにも取り上げていただいてその観光マップとかに乗るような感じになってこれからジャランさんとかとタイアップでツアーとかが始まるようなそういうあの一つの魅力のある場所になることができたんですでやっぱりその元通りにしたくないんでこれをも,もっともっと広げたいって僕は思ってますでその中で今奥がやっていることはえー、ともともとあこれですね あの福島の郷土料理を広めるためにそれは日本ですね日本に広めるために作ったこの、えー、右側のやつはハンバーグに見えるんですがこれさんまなんですさんまのポーポー焼きっていう、えー、郷土料理でこれを、えー、ハンバーガーにしてライスバーガーにしてまあその郷土料理ってなかなか食べる機会少ないんですけどファーストフードにすることによって食べる機会増えるんじゃないかとでこれもともと震災前に作ってたんですけど今これを、えー、福島のお米を使ってえー 国内に売るっていでこれは福島のお米もちろん全数検査されたもの逆に言うと日本一世界一安全なお米を使ったライスバーガーを国内で売ることによってそうす製造者ですね生産者の直接支援ができるって僕はそう思ってます。でまあ、それだけじゃなくて今 あの食材日本から輸出するのは少し難しいんですが今このお米を使ったライスバーガーっていうものの文化業態自体をあの海外に輸出しようっていうことで動いてます。でえっと夜明け市場始める時もそうだったんですけど夜明け市場ってそういう。 不動産をこうまとめるような仕事もやったことなかったですしできるかどうかの自信ももちろんなかったですただもうやるって決めてあのこの「題名にもある希望プロジェクト」っていうのに参加させていただいたときにもうやりますっていうふうにあのみんなの前で宣言しましたでなんとか頑張ってやっぱり一生懸命やってるとやっぱり一人では無理なんですけども周りの人が協力してくれて夜明け茶をつけることができましたで前回の G1 サミットあの青森でやった時の G1 サミットの際に あのライスバーガーを世界で売ってきますと宣言させていただいて今それで動いてます、えー、宣言させていただいてからえっと3回アメリカに行ってえ今えと具体的にシアトルの旧日本人街のパナマホテルっていうところがあるんですがそこの1階でえライスバーガーのお店を出そうっていうことで今具体的な話にまで来ていますでそこで何がしたいかっていうとアメリカ産の米でアメリカの食材を使って まあ日本の味を持っていくんですけどでライスバーガーが1つ売れるごとに今日本ライスバーガーファウンデーションというものを設立中でしてそこに例えば売り上げの10%がドネーションされるっていう仕組みを作ってますでその日本ライスバーガーファウンデーションからえ例えば福島東北の風評被害対策だったりとか雇用促進のためのお金に使われるっていうようなそういうような仕組みを今作っていましてそうすればあのライスバーガーが 売れ続ける限り単発でポンとお金が入るだけじゃなくて長期的な福島東北の支援ができるって思っていて、まあ、その動きを今アメリカでやっていますでそういうふうにあの全然そのた例えばそのタイミングでやれないことでもやります絶対やりますっていうことによってあの助けてくれる人っていうのはやっぱりいて僕もあのアメリカの,そのシアトルの NPO 法人からそのソーシャル イノベーション・フォーラム・ジャパンというその、うん、社会起業家を育てるみたいなやつに呼んでいただいてその2週間あの現地でいろいろコネクション作ったりっていうので少しずつ一生懸命思いを持ってやってれば一歩一歩本当に前進するんだなっていうのは僕は実体験として今あって。夜明け市場は今 あの始めた時は本当に2店舗しかなかったんですが今もう8店舗10店舗になるので、えー、っと3月3月の時点でこれはようやくじゃ株式会社でやってるんですけどそれはもう黒字化できましたで僕はボランティアじゃなくてやっぱり意義のあることっていうのはビジネスになってもいいと思ってるんですでそれで、えっと、ボランティアで長続きしないのであればビジネスとして継続的に続くことが大事なんじゃないかなって思っています 以上ですありがとうございました、えー、今まさにですね、ケンさんの話で言った希望プロジェクトですね、これは先ほどちょっと申し上げましたけれども、被災地各地で皆さんが集まって、そして自分の思いとか、今、挑戦していることをこう発表していただくという場です。でこれから Q&A に入りますけれども、ぜひですね、あのこの皆様方にこう質問がある,とある方は、ですね今、自分が何をやっているかということも添えて、そして何をこれから挑戦したかということも添えてです、ね、ぜひあのいろいろ Q&A、Q A の時間ありますので、ぜひどなたか質問ある方っ挙手をお願いします。ど東京港のえ2012期生の高山と申します。本日はどうもありがとうございました。えっ、ー、と私はですね、三重県の塩鴨市っていうところ出身で、でまあ父親がですね、えっ、ー、と事務機の販売やってまして、それで被災にあったときに。 えと本当にもうだめじゃないかっていうふうに思ったんですが幸いなことに本当に浸水程度で、まあ、商材が全部ダメになってっていうところだったんですねで、えー、と父親としてはまあ再復興ということで今需要があるんでなんとかやっていけれるけどもこの復興需要がなくなった3年後にどうなるか分からないでかつ自分も年だしじゃあお前頼んだって言われてグロビスに入ったっていう状況なんですけどもいやでもこう正直あの怖くてですね あのそんな,な,なかなか一歩踏み出せないっていう怖いなっていう思いが非常に持ってる状況です。であの武井さんや鈴木さんのお話を聞いてる中で志使命っていうところでやってあるんだっていう反面やっぱり具体的にどうしてったら。 そうあの復興できるのかっていうビジョンというか見えていない中でなかなか一歩踏み出せない僕みたいな人はいっぱいいるんじゃないかなと思ってるんですけどもそういった中でのそのビジョンとか具体的なプロセスっていうところをお持ちであればそういったところを聞きできればなと思っておりますこれはぜひた井さんお願いします今た井さんは被災地でいろんな方々をですねその今復興支持ファンドといって例えば経営者の方々ありますとかそういったこ方を助けるファンドを作ってますのでぜひお願いいたします <laughs> これは <laughs> あごめん今水が空いちゃっすみません、<laughs> 地域の復興ビジョンってことですか、それ, <laughs> それとも、チャレンジするときの、えー、ビジョンとかプロセスっていうことですか、地域の復興ビジョンっていうことに関しては、まあね、非常に難しい問題はいっぱいあると思ってます。 で特にあの東北に、まあ、この際だから新しい産業を作ればいいんだみたいなことはです、ね、よくあの議論で出てくると思うんですけれどもじゃあ何の産業を作るのかっていうと、まあ、考えれば考えるほどです、ね、あの難しいそ,、えーまあ、そ,そんな産業作りがで,す、ね、あのできていればあの日本全国どこでも困ってないわけですからでまたあの、まあ、あの例えば、えー、新しい、ねまあ、代替エネルギーとかです、ねまあ、そういったあの 集積地にすすすれればいいっていいいととう話もももああ,いい面悪い面もあるる思思んでけどそ面面悪ってますで私としては、例えばやっぱり企業誘致しても、ですねそれがやっぱりあのまた企業が離れて、亀山工場じゃないですけども、そういった形で離れてしまうこともありますし、あとはやっぱり技術っていうのは常にこう日進月歩ですから、今、最新鋭のものを作っても、ですねそれがもういつまで続くかっていうのも分からないっていう中では、私としてはやっぱり人づくりが非常に重要なんだろうっていうふうな思いは。 持ってますで産業レベルで考えるとかなり難しいんですけれども、個別企業とか個別企業家レベルで、あのもうピンポイントでこの人はあのまあ素晴らしいとかですね、あとはまあこの地域にはこういった人、絶対重要だということで、あのその人たちをピンポイントで応援していくしかないのかなということで、私たちはそういった活動をしていよろしいですか、では次の方、いらっしゃいますか。どうぞ すみません。ええ、2012期、東京公奈田元と申します。ええ、よろしくお願いいたします。ええ、あの私あの企業で課長をやってまして、ちょっとあの業績の悪い課でして、あのそれを立て直すべくですね、まあ一応使命感を持ってやってるというつもりなんですけども、ただあのことあるごとにあのいろいろこう揺らぐことがあってですね、行動に移せないとかそういうこともあってですね。 まあ立ち止まってしまうことも多々あるんですけどもあの、まあ、皆さんの本当信念というかです、ね、使命感というか非常に強いもう一本筋の通ったものを持っていてそれがあ,の、まあ要は揺らぐことないのかということと,です、ねあとまあ、当然人間ですからあの揺らいだり止まったりすることあると思うんですけどそれどうやってです、ねえーまあ、戻すのかです、ね、立ち戻すのか。ちょっと私の場合 なんか開き直って、こうやるしかないみたいなところあるんですけど、まあ、それがうまく、やっぱ行かないとですね。また、揺らいだりですね。えー、ちょっとい、今、まあ、逆に、今、現時点、迷いがあったりするので。それをちょっと伺いたいなと思いました。よろしくお願いします。これは、皆さん、聞いてみましょうか。まさこさん。揺らぐ、揺らぐ時、ありますか。信念が揺らぐ時。私は。現場に立つことしか。できない人間なんです。私の現場は、山の中です。 企業の経営とかそういうことは私は全く分かりませんただあの津波のあとですねあの真っ先にいなくなったといいますか逃げていったのは誘致された企業ですあの海も川も山も 当たり前ですけど逃げたりしなかったですね逃げられないですね自然は残ってくれます私は会社経営とかそういうのはわかりませんけど北東北の岩手県のしかも三陸沿岸の片田舎で生きていくには海とか山とか そういうい自然がきちんとしなければ子どもの将来はないと思ってますお店屋さんとか小さな商店、えー、きちんとした会社の将来も私はないと思ってますさらに言いますなら海とか山とか風とか太陽とかそういう 自然ときちんと付き合って貧しくはないけどあの毎日日々を心豊かにあの送ることのできるそういう人たちがいっぱい住んでる大土町キリキリを,切り切りを私は将来にわたって作っていきたいと思ってるんです。今もそういうい 子どもたちを対象に活動も始めてるんです貧しくない質素な暮らしさえしてれば都会の人とか、えー、世界の人たちも私はキリキリ大槌の町に移り住む移住してくれると信じてるんですそういう街づくりをしたいと思ってるんです。 美しい海や町を取り戻そうと思ってい,ますそう,いう人たちが暮らす美しい大槌の町をキリキリの町を作ろうと思っていますそのために私は現場の人間ですから森の中に入って汗にまみれて土,土にまみれて美しく生きていこうと思っています 私がが言えるののはそのぐらいいいしかないです、ね、ありがとうございます僕もお会いするために、たくろく美しく生きなさいというふうによく怒られるんですけれども、ではその、揺らぐことないか、ですね揺ら,ぐがあの揺らぐことについて、友廣さん、お願いします。揺らぐときあるのか、そして揺らいたとき、どうやって戻すのかということですねはい、えー、っと私はもともと研究者を目指してたということで、あの実は地球科学とか生物とかの研究をやってたんですね。 でそうしますと、あのー、私の中ではです、ね、まあ、研究者の中はみんなそうなんですけども、あのタイムスケールがちょっとあの通常の人と違ってまして、46億年とかっていうのが、大 <laughs> 体いい、えっと、地質学者の話ではです、ね、やっぱり1億年とか、新しいねとかって言うんですよね。<laughs> 100万年とかって言うと、ね、もう本当にフレッシュだっていうんですけど、ね、<laughs> <laughs> なのであの、まあ、人間がです、ね、本当に一瞬しか生きられないんだなっていうのはですねあのよくよくこうう実感ベースであの感じてましてで、まあ、私のタイムスケールでいくとなんかなんか3分ぐらいしか生きられないっていうようなイメージなんですね。でそうしますと本当にこのです、ね、3分ぐらいの人生を、まあ、どう、まあ、せっかく生まれてきたんだからどうやって有意義に過ごそうっていうことは。 あの考えてましてで、まあ、それであの、まあ、死に方を決めてるんですけども <laughs> で一応まあチェーンソーを持ってっていうのもすごく素敵な死に方だと思うんですけども私はちょっともうちょっと欲張りでですねあのインドに旅行に行った時にあのガンジーのです、ね、博物館に行ったんですねでそれでいろんな写真がこうある中でですね写真とか遺品があってであのガンジーのですねあの、まあ、一つの写真の中でこう旗とこう目を奪われてしまうんですが。 あの、まあガンジーのお葬式の写真なんです、ね、でそこにですね、こう、棺がこが運ばれてくるんですけども、わーっとですね、こうもう何十万という人がそこにこう群がっていると、でそこにですねもう、もう見ず知らずのおばさんみたいな人がですね、もうこう棺に寄りかかってです、ね、ガンジーなんで死んだのってこうやってるっていうのを見てです、ね、こんなにこう惜しまれて死ぬっていう,こう、まあ、それだけ有意義なこう社会に対してです、ね、何かこう意味を残したっていう。 こういうことをやって死にたいなっていうのが私,たち私の中ではちょっとまあ目標としてあるんですね。なのでまあ揺らぐことないかっていう話なんですけれどもあの私としてはまあその限られた人生をそのゴールに向かって生きるだけなのであの方法論が変わることはあるかもしれません。ただあのそこに向かっていくということではあのまあ揺らぐことはないというかですね もちろん疲れたりなんだりっていうのもありますけれども、あの中長期の中ではそっちの方に邁進しているという,ような状況です。はい、ありがとうございます。じゃあ健さんお願いします。はい、えっと結構タケさんと近い感じなんですけれども、やっぱり何かやろうって思った時とか、こういろんなものが集中した時ってなんかすごいこう何で俺こんなに追い込まれてるんだろうとか、すごく疲れるし。 どうしてるか分かんないしっていう状況の中でつらいって思う時って僕もすごくいっぱいあってあのその時やっぱり思うのがあの今最悪に思えるんだけどこうちょっと俯瞰的に見たら全然最悪でも何でもなくてっていうのはものすごくあの別に病気になってるわけじゃないし元気だしで特に僕の場合はよく3.1日の当日を思い出すんです。 あのその日ってなんかこう家族無事かどうかも分かんなかったしもしかしたらなんか日本沈んじゃうんじゃないかぐらいいろんなところで地震が起きてたんであの時の混乱とかその先行きの見えなさに比べれば今この自分がやってるプロジェクトとかそういうものって実はそんなに大したことなくてやればできる範囲のことだから多分チャレンジしてるんだと思うんです。 だから一旦立ち止まって上から見るっていう結構当たり前なことなのかもしれないんですけど僕は結構その自分自身も前のめりすぎて忘れちゃう時とかあるんでそれは一旦立ち止まってあの思い出すようにしてますでそれがやっぱり難しければ難しいほどやっぱ乗り越えた時の達成感とか自分の血肉になるものってものすごいものがあると思うんでそれを想像しながらやります よろしいですか？ありがとうございました。あの今日ですね。控え室にこう嫁が集まった時に、今日はすごい時間になるぞと。あの本当にワクワクして皆さんこう来られてですね。あの今日はあの本当にグロービスの、こうした熱い方々が獅子がですね。集まってこの皆さんの話を聞いけいると私すごくワクワクしています。最後にですね。皆さんに対してメッセージをあの皆さんありますので、お一人ずつここに集まった方々ですね。獅子へ一言ずつ、あの最後のメッセージをお願いします。じゃ、雅子さんからどうぞお願いします。 私はあの自分のことになるって申し訳ありませんけど自分私にとって生きるってことは現場に立つことです生きていくってことは死ぬまで現場に立ち続けることです皆さんそれぞれの現場があると思いますいろんな現場がそれぞれあると思います これから現場に鈍を立ちしながらあ頑張ってください。私も負けません。うん、ありがとうございます。官無料でどうぞ。ことをお知らせてきました。<laughs> すあ、どうもよろお願いします。<laughs> はい、えー。すみません。えー、っと。 私からのメッセージといってちょっと、まあ、おこがましく聞こえてしまうかもしれないですけどもあの皆さんにです、ね、あのぜひあの、まあ、あの日本をです、ね、扶養してほしいなと思ってるんです、ね。<laughs> って言いますのも子どもの時ってです、ね、あの父親の背中がすごく大きくてで、まあ、父親が稼いでくれて自分は扶養されてるというあの関係だと思うんですけどもだんだんこう大学生ぐらいになるとですね そのこう背中ににか追いつくよようなな感じになってきますよねでそれで方やあの父親がこう追い始めると「まあこれやばいな」とそしてこの家族を養わなきゃいけないっていうのも俺かもしれないなみたいなですね <laughs> だんだんそういったあの思いがあの気づきというか出てきてあ家族扶養しなきゃいけないなっていう気持ちになると思うんですけどもあの今まさにそのえ今までですねこう日本っていうものに あの扶養されてたあところからです、ね、私たちがこう何かもちろん一人一人の力すごく小さいんですけども扶養するっていう機会で,です、ね、やんなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってますでここに集まっていただいてる方々っていうのはもう幸いにもです、ね、皆さんもう、えー、能力と,、えーまあ、とマインドのところですね非常に恵まれてたものをですねあの、まあ、授けていただいたとかです、ね、得ている方々だと思いますので。 まあそれは自分の実力,実力もあると思うんですけれども、まあ、ラッキーな面もあると思うんですよね。で、まあ、周りにはあそうでないアンラッキーな方もいらっしゃるんです,、ね、ですけども、まあ、その人たちのためにです、ね、何ができるかっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。で特にそういったまあラッキーだった方々が、もしもう自分自身のことしか考えずにです、ねえー、暴走していったらですね、もう本当に。 まあ国という単位で言うのか、人類という単位で言うのかわからないですけれども、どうなっちゃうんだろうといったところがありまして、そういった意味で、扶養していただきたいと、特に田舎にいると、それがこうはっきり分かって、私もその東北で先ほどベンチャーキャピタルで選ばれたという話がありましたけれども、自分がやるしかないんだみたいなあのシーンにはですね直面することがあるんですけれども、 東京とかです、ね、大阪とか名古屋とかものすごい人がいますのでなかなかそういったあの気持ちになるのは難しいのかもしれないなと私も埼玉住んでたことありますただまあ田舎とか被災地に行くと,行くとです、ね、やっぱりこうあ俺が何かしなきゃだめだっていうような思いになります特に本当に、まああのー、皆さん気づかないだけで日本全体多分そういった状況になっていると思うのでぜひ、えー 覚悟を決めてですね自分がやんなきゃいけないというふうに思っていただけると嬉しく思います。今日はありがとうございました先ほどもあの言わせていただいたんですけどその、まあ、前よりもよくしたい震災があったからって言ってあの元通りにするんじゃなくて前よりよくしたいそういう思いはすごく強いです。 本当にあの一歩踏み出せるか踏み出せないかだと思ってますしその日本ってものすごいいいものが本当にたくさんあって人もそうですし物もそうですしそれをこうもう一度こう見つめ直していただいて今自分がどれだけ恵まれた状況にいるかそれって自分たちのおかげじゃなくて先人たちが培ってきてくれたものが今あって。 それを僕たちが使わせててもらっているで私としてはそのこのまま何もしないで何も動かなかったら30年後ってなんかこう違うう日本にななっっっちゃゃててるんんじゃないかって思うんですその今まだ今生きてる世代僕たちの世代ってまだこの侍魂っていうかその相手を思いやる心とかって持っていると思うんですただこれが何もアクションしなかったら30年後は なんかこう主張するだけ主張するっていう,こう欧米のちょっとしたところだけ取り入れちゃうなんで劣化版欧米人みたいなものができてしまうんじゃないかっていう危惧があってやっぱりこういう環境をあの今の環境次にもつなげたいですしこの震災があってあの僕は大きく変われたと思ってますそれは自分の中で覚悟を決めて日常の中に危機感っていうのを持てたからだと思ってます。 でこの震災を機に日本すごいまとまったよねとかすごい良くなった例えば東北だけじゃなくて日本全体が震災がきっかけに浮上したっていうような状況を作っていきたいと思ってるんですでそれってやっぱりあの全体セッション全体会でもありましたけど守ってるだけじゃダメでリスクを取って一歩踏み出していかないとそれって得られないと思ってます僕はあのリスクを取って前に 進んでますなのであの皆さんも一緒に皆さんと一緒に戦っていければなってそういうふうに思ってます今日はどうもありがとうございました 皆さん本当にありがとうございました。私もお会いするために毎回の意識が覚醒されてですね。本当にこう本当に気づきがあるんですけれども、今日もいらっしゃる皆さんがですね。新しい気づきとか、そして明日に活力をですね。こうして身につけられたら非常に幸せに思います。もう一度最後に皆さんに拍手をお願いします。 ありがとうございました。ではあのもう一度盛大な拍手でお見送りください。